今回は中村二段のネットゴの対局を見ていきたいと思います。黒番が中村二段で白番が台湾のプロの方ですね。中村二段得意の二連星の石切ですね。墨は一番力強い手ですね。 ここで穏やかにね打つならこういうふうに二間に打つとかそういう手もあるんですがコスミはねここら辺のね出て切るような手を狙ってる手なんですね。一番厳しいですよね。でこれ切りを狙ってる手ですねかけ継ぎは。 でここに打ちましたね。まあ黒がね、すぐにこうやって切る手はね、白も一応こすんでね。行きに行くような手がありますからね。まっ、あ、すぐには大丈夫ということで、まあ逆に黒が切ってしまうと。ちょっと黒も危なくなってしまうということで。まあ切る暇を与えない手ですよね。で、つけていきましたね。これつけがいい手でしたね。まあ例えば。 ぶつかって切るような手これ仮にこの黒取れたとしてもですね仮に取れたとしてもこれ突き抜かれてここが黒後継なのでこの黒仮に,仮にね取れたとしてもあんまりよくないんですよね。なのでまあこういう手も。 結局こういうふうに打たれて、取れたとしてもこうやって突き抜かれてしまうわけですから、あんまり良くないんですね。こういうふうに切っていこうとするのは、なので付けがいい手なんですね。白はこういうふうに引くような手が利き筋にな、まあここら辺に利き筋たくさんあるということで、この手が成立してるんですね。 で、こういう別れとなりましたね。本当に言って言ってね。意味があって、こういう変化に。なってるわけですね。まあ、結局。いい勝負の別れで。戦いは右上に移りましたね。で、二剣に。 まあ中村の2段こう2軒に受けるって好きな手ですね。まあこの2軒のメリットはここの下がった時に非常にこれ効率がいい形なんですね。まあただここでまあ弱点としてはまあここの薄みが2軒なので薄いということとまあ一応この酸酸に入られた時に墨の字が結構甘くなってしまうということがデメリットですね。 ただ中村二段はこの隅の字はあんまり気にしてないということですね。それよりもより働いてる、まあ、より右辺一間よりも飛んでるわけですからね。下がった時はこれ率が良くなるんですね、まあ、こういう。 桂馬とかになった時にやっぱり二元が効率よくなってますよね。でここでまあ黒が優勢、まあここ右上の戦いでポイントを取って黒が優勢になったと思うんですが打ち込み厳しい手、厳しい手でしたね。まあこの黒も弱いのでまあ上がりぐらい打てば手厚いんですがこれは受けられてちょっと黒が不満という判断ですね。一番厳しい手を打って できましたねただ一応こここれね黒周り黒石たくさんあるので黒が戦えるように見えるんですけど桂馬に打たれるとこれ一気に黒が薄くなるんですよね先ほどまで黒厚かったんですが弱い石が急に二つできるんですよねここの黒が弱くなるのと大ゲ桂馬なので結構ここ薄いんですよねだから一気にこれ難しい勝負になりましたねいやこれ結構ここの黒は打ちこの黒 黒結構危ないんですよね封鎖されましたとまあ、ただ中村二段この裁きを用意してましたね裁けるという判断でしたねまあ、これは中村二段の読みがあるので成立しているような打ち方ですよねこういう打ち方を真似すると結構こういうお石が取られてしまったりするひどい目にあったりしますね 相当な読みの力があってこそね成立する打ち方ということはね注意しといた方がいいのかなと思いますね。でこれはね黒が、まあ、結局この黒が助かりまして黒が主導権取れる展開になったので黒またポイントを取ったのかなと思いますね。でまたここに出たてこの手も厳しい手でしたね。これも最強の一手ですね。 まあ今状況としてはまあここの白を攻めたいという手なんですが出た手は状況としてはここの黒がまあ気をつけないといけないのがこの黒結構弱いんですね。でもう一つはここの右上の白も結構弱いと。なのでまあここの出る手はいつでも後からいつでも打てますんで先にこっちの白を攻めるっていう手があります手もありましたね。まあこういうふうに打って飛びを打って。 まあ何かこうやって受けるぐらいなんでなんか先に右上を攻めると。なんかこんな感じでうんまあこれもなんかこんな感じで打つのかもしれないですけどまあ,まあいずれにしてもこういうふうに先に飛び下がってこの白を全体を先に攻めて後から出を狙うという手もありましたね。 まあ、あとここに関しては先にここを打っとく、まあ、手堅くここを決めとくっていうのもありますよね。まあ、この掛け継ぎが、まあ、次にこれ繋ぐ手がありますので先手で聞いてますので、まあ、こう打てばいい絶対に連絡してるわけですからね。まあ、これ決めて出るというのもありましたね。これは分かりやすい打ち方ですね。まあ、一応単に出ると一応。 先ほどの交換決めてないわけですから。まあ。いつまでも決めないでいると、白からこういう切る。反撃が。一応、心配というか。残るわけですね。ただ、中村二段すぐには大丈夫という判断ですね。これも読みが深いので。読みのレベルが高いので、単に。打つ手が成立しているっていうのが分かっているんですね。まあ、どうして大丈夫かというと、まあ、この下がり。 このデルタが効いてますんで切ってきたここ一応ここの黒としてはこの甲の保険が残ってるわけですね。だから無条件ででで取られるこことととはないというすすね小争いですねただこれ一応一応黒からここを打てばね無条件でコウ、まあ、とか関係なく無条件で、まあ、ここに白石が来きますんで無条件で一応繋がってる形まあ分かりやすい形ではあったんですね。 一応このこう誘ってるわけですねこれがなんとか勝負死の落ち方ですよねでここやっぱここがね重要ですねここを白に打たれてしまうと急にここの黒が弱くなってしまいますからやっぱここをお互いの争点なんですねでここに黒回合れましたんでまた黒が、ね、ポイントを取ったかなと思いますねで黒もここここら辺で先に得してますからね得した上でこの主導権も 取ってますんで。まあ、これは黒が好調ですねで。白がこれ、これ辛い手打たないといけないんですね。で、これ逆に黒からもうやってきましたね。もう白が切る前にも。決めに、勝負決めに行きましたね。 でこれここに解消して、まあ、こうなっては黒がねやっぱここ大きいので、まあ、黒が形成良くなったかなと思いますね。あとは味悪いこの右下が一番味悪かったんですけどっ手下がりで補強することができて、まあ、ここでもう黒が味悪いところなくなりましたんで、まあ、はっきり黒の優勢と言っていいのかなと思いますね。でこの場合じゃあもうしばらく打たれまして。 183点まで打たれたところで白が投了して黒の打ち押し勝ちとなりましたまあ、最後ははっきり白が字が足りないということで投了したのかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました